流れてないラテンの血が騒ぐフラメンコ YouTuber 池川俊ですどうもさあ、というわけでございまして、本日はスペシャルゲストでございます。日本を代表する奇跡のフラメンコダンサー井口ゆかりさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごい、YouTube では見たことあるんですけど、すごいテンションですね。ありがとうございます。早速惹かれておりますが、ありがとうございます。さあ、ゆかりさんとはですね、そうですね、なんとかライブタブラオで共演させていただいたりとか、あとコロナ禍ではですね、こうオンラインでピンデフィエスタ攻略セミナーというのでもね、ちょっと一回お声をかけさせていただいたりとかで、本当ね、常日頃からお世話になっている方でございまして、で、なんでこの度このゆかりさんと動画を撮ることになったかと言いますと、なんと2024年の5月にですね、なんと札幌でセミナーとライブでご一緒させていただけるんですね。よろしくお願いします。ありがたいでございよろしまくお願いしす。ます。そうなんです。私、札幌にギターの生徒さんだったりですね、知り合いの愛好家の皆様がいらっしゃいまして、去年だったりとか、その前の年だったりとか、もう本当にありがたいことに定期的に呼んでいただいたりとかして、で、この度、今年はですね、ぜひ井口ゆかり先生を呼びたいんですが、先生、そんなことって無理ですよねって、ダメ元でなんかもうそろそろですね、聞かれたんですけど、お任せください。もう私に声がかけられないフラメンコダンサーっていませんって、まあちょっと半分ね、冗談でございますけど、僕もちょっとこそこそっとね、ゆかり先生来てくれるかななんて思ったら、もう、ぜひ喜んで行きたいです。しかも、ゆかりさん、今回札幌初めてでよろしかったでしょう初めか？てです。初めてです。フラメンコで、この本当初めてです。旅行では行ったことはあったりして。旅行では多分あります。ありあます。ばっていうぐらいの感じで、仕事に行くのは初めてということでございまして、そんなね、ゆかりさんと、この度ですね、セミナーとライブでご一緒させていただくんですが、じゃあ、まず、ゆかりさん、初めに簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。井口ゆかりです。フラメンコ舞踊家の井口ゆかりです。バタテコーラとマントンが大好きでいっぱい踊ってます。東京を中心に踊ってるんですけれども、今回札幌に伺えるということで、すごく楽しみでワクワクしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今、自己紹介でもいただきましたが、ゆかりさんといったらバタとマントンということでございましてですね、今日はですね、まず、どうしてそのゆかりさんがフラメンコと出会ったのか。ね、だって、こう、ね、一人の女性がこうフラメンコと出会うって、こう私ですね、こういうの根掘り葉掘り聞いたりするのが大好きでございましてですね、どういうきっかけがあってフラメンコと出会って、で、さらにその中のバトとマントンの魅力に惹かれたその理由ってのをね、ちょっと聞いてみたいななんて思うんですが、ゆかりさん、そもそもフラメンコといつどのように出会ったでしょうか？なんかね、一番最初の最初は中学校の音楽の授業なんですよね。すごい、もう大昔なんですけど、どういうこと？なんか私、運動とか大嫌いで、体を動かすのも本当にちっちゃい時から苦手で、で、音楽の先生だけが、なんか小学校も中学校も、なんかこう別世界っていうか、アーティストで、ですごく惹かれてたんですね。音楽の授業も好きだし、音楽の先生も大好きで惹かれてて、で、その時にたまたま、なんかその先生も結構、デンジャーなことやってくれたなと思うんですけど、なんか合唱、なんか中学校で合唱祭とかありますよね。で、あの時に、なんか先生が出張でいなくなるから、じゃあ、井口さん、その時、たまたま合唱の、指揮をやってたので、じゃあ、井口さん、授業やっといてくださいって、先生に丸々預けられて。ありえないですね。今じゃありえないんですけど、まあ、昔なんで。で、そういうことがあって、で、その時に歌ってた、なんか課題曲が、スメタナのモルダウっていう曲なんですけど、ね、中学生よく歌う曲なんですけど、で、その時になんかこう、じゃあなんか、授業預けられたからと思って、なんかちょっと、すごい研究しちゃったんですね。すごじゃあ、ーい。そのスメタナの曲が、どこの国、どこの国でとかいうふうにしてたら、もともとが交響詩で、で、その交響詩の中では、モルダウの川沿いで踊られてる民族舞踊、ヨーロッパの民族舞踊があるんだよっていうので、じゃあ民族舞踊の動画をちょっと引っ張ってきて、ヨーロッパの、
民族舞踊の動画を引っ張ってきてみようなんて、もう音楽準備室をあさっていろいろそのヨーロッパの民族舞踊を見てた時にフラメンコが出てきてってなりました。そこが一番最初、それが一番最初です。いろいろですね、ここ突っ込みたいところが山のようにあるんですけど、すごい、まずその先生がすごいですね。そうですね、なんか本当今じゃ考えられないんですけど、そうですね、なんかそれってなんか学級委員とかなんかそういうのやってたから頼まれたとか、あ、じゃなくてその時の合唱祭のクラスの指揮者で指揮をやらなきゃいけなくて、クラスをまとめな、みんなまとめる役だったのと、あと、あ、もともと、まあ、その後私音大に行くんですけど、音楽で将来なんかしていきたいなっていうのもいつも先生になんかちょっと話したりとかもしてたんで、じゃあそんな熱心に音楽やってるんだったらみたいな、まあ、あと先生がなんかたまたまいなかったんでしょうね、その時変わってくれる先生がいらっしゃらなかったんで、じゃあなんかうちにやらせちゃうかみたいな感じだったんだと思うんですけど、そこからですね。はい、ねえ、だからその先生もまあなんだろう、深い考えがあってやったのかノリでやったのか分かりませんが、ノリだと思います、ノリ。結果的にね、そうやってまさかのその資料室でフラメンコの映像と出会うってすごいですね。そうなんです、今思えば多分ロスガジョスかなんかの映像だと思うんですけど、うん、すごかったです。なんかもうタコンしてるのとか、なんかうわーすごいと思って、すごいなんかもうと鳥肌じゃないですけど、すごい感激っていうよりもなんか衝撃でしたね。ずっとその、どっちかというとクラシック系の勉強専門にもしてたし、ね、音楽って言ったらもう必ず楽譜があってみたいなところから、あ、舞踊に発展して、しかもなんか歌い手もギターも聞いたことないような、なんかもうすごいエネルギーで歌ってるし、もう本当なんか衝撃的でしたね。でもですよ、今話を伺うと、その後は、クラシック、音楽の学校に進学行くかされるんです。元々はなんか楽器をやってたんでしたっけ。そうなんです、まあ吹奏楽とかマーチングバンドとかちっちゃい時から、まあ、やっていて、で習い事として、いや部活です、部活でやってて、で管楽器だったんですけど、なんかじゃあ、多分こうアートの仕事とかアートの勉強したかったんでしょうね。他のどの科目よりも音楽が好きで、でじゃあ音題なのかなってなんとなく自分でこう調べて、まあ、その時はこういうのなんですけど調べて、そしたらじゃあなんか楽器できなきゃ、今とりあえずできてたのはその管楽器とかだったの、管楽器かなと思って、最初は管楽器の先生の、私群馬なんで、まあ、軍大の音楽部の先生のところに行って、なんかとにかく音楽専門の仕事がしたいんですけどって言って、高校の時にその時はクラリネットだったんですけど、持って行ったら、持って吹いてみなって言われて吹いたら、先生が本当にクラ好きっていうのをおっしゃって、いや、そうやって言われると、だからやっぱ専門の楽器の人はそれがもう本当に多分好きで好きでたまらなくてやるんですよね。音楽全般が好きとか、何か音楽を通してやりたいじゃなくて、音大に行くっていうのは本当にそれが好きで、これをもう一生これで食べていくっていう覚悟なんだけど、それあるのかなっていう多分つもりでの、私に多分こう見えたんでしょうね。まだこの子きっとフラじゃないんだろうなっていうのが、クラリネットじゃないんだろうなっていうのが見えたみたいで、でその時にその教授の先生におっしゃ言われたのがぐさっと刺さって、いや私クラリネット管楽器っていうか楽器を通してじゃない気がするってその時思って、なるほど、でそうなんですよ。でも田舎だからなんかこうね、勉強じゃあここでアートの勉強って言ってもって、とにかくもっともっとまず専門に、クラシックって何でも
全ての基礎なので、もっと専門に勉強したいと思った時に、あの高校行ってた高校の音楽の先生が、まあ、武蔵野音楽大学の声楽卒業の先生で、で、まあ、歌うことももちろん好きだったし、歌はこう、まあ、身体表現の一つだから、やっぱりどっちかというとそっちの方が自分には近いな、楽器をやるよりは歌の方が近いなってその時に思って、あともう一つが、あの一番大事なところが、親に音大行くの反対されてたので、お金がすごいかかるし、そんなね、あの道楽で飯は食べない言われたまま、今も食べさせていただいてますけど、あの言われてたので、一番コストダウンして入りたいと思ったら声楽って自分の生身でいけるので、それで、なるほど、ね、歌も好きだし、あの楽器とかだとまたすごくお金かかるけど、これだったら一番、あのとにかく自分さえ磨けばあのいけるんじゃないかなっていう、まあギリギリの挑戦で、で声楽、とりあえず声楽を専攻しよう、で音大に行ってまたなんか違うものが見えたらなんか違うものも見ようっていう、最初のなんでこうアートの道に入る最初の、とにかく群馬から出たい、アートの勉強したいっていう、それで声楽専攻で、はい、なるほど、そのまま、はい、恩師と同じ武蔵野音大なんですけど、武蔵野そうでしたか、はい、そうか、だからゆかりさんの今のこの学生時代を振り返ると、だからもう、うん、限りなくもう、まあ、なんだろう、クラシックというか、もう音楽ありきの音楽漬けな、ね、青春時代、学生時代をずっと過ごされていて、うん、で、そっからさて、フラメンコの道に、うん、なぜなぜどうして進まれることになったんですか？やっぱりね、やりたくて、その中学校の時に見た映像がすごく残ってて、やりたくてやりたくて、で、まず学校の、大学の近く周辺じゃなくて、高校の時からも探してたのかな、通えるところ、お教室と思って探していて、それで、はい、出会った、最初の先生、石澤さとみ先生、もう亡くなられたけど、最初の先生のところに行って、で、はい、そしたら、いくつぐらいの時、それが19の時です。なんでちょっと中学校で見た時から時間が経ってるんですけど、うんうんうん、なんかどうしてもやっぱりやりたくて、へー、うん、で、ね、だから、音大に通いながらフラメンコを習いつつということですよね。はい、はい、これ今振り返るとその、うん、全く音楽的な知識だったりとかそういうのが全くない方が踊るのと、うん、こう ゆかりさんのようにこう、うん、音楽のことを、ね、学んでいるからこそ、うん、そのフラメンコを取り組むとかって何かこう違いというか、何かそういうのあったりしました？これ言われて今ちょっと、あ、最初そうだったと思ったんですけど、うん、一番最初の時にその先生がじゃあこうね、足やるじゃないですか、プラン叩くのとかでバーってやって、であとまあリズムとか取って、で自分だと、あ、これ最初にその超音、あのクラシックだと最初超音聞いて、これが何分の何拍子で何調の音楽でとかっていうのを聞く癖があるんですね。なんで最初に、うん、これは、3拍子だけどでも4分の3じゃなさそうだなとか、あと足音をあれに楽譜に書いてました。あさすが、はい、なんか不安で多分、うん、今はもうなんかもうすごい楽譜から離れちゃったんで逆にもう大して読めなくなってるかもしれないんですけど、最初はなんか本当になんか音を聞いてるのに楽譜がないのがすごい不安で全部楽譜に起こしてました。あるあるですね。で音も結構なんかスッてこう聞くと入ってきてたんで、なんかその時先生がなんか発表会とかの時だといっぱいいろんなクラスの曲があって、どこの曲がどのファル、例えばギターさんのファルセータだったとか、なんか忘れちゃうから、そしたらなんか、はい、
井口歌ってファルセット、どんなファルセットだったって言われて、その時当時あの山崎正史さんが発表会ギター、あーいいですね、ベテランのギタリスト、山崎さんに向かってあのすごいあのこういうファルセットでしたって声楽を生かしてタララララララとか歌ってたわけですね。はいって言って山崎さんが弾いてくださいましたけど、ね、あ優しい。なるほど。でもこれもフラメンコあるあるですけど、こう例えば先生によってはかもしれないんですけど、うん、なんか前に習った振りとこうリズムが違う、うん、振り付けが違う、先生、うん、なんか前のと違うんですけどっていうのって、そういうのはなかったですか？あったかな。逆に今は私そんな感じになっちゃってるんですけど、毎回先生あるあるですね。はい、あったかな。あったと思います。それで多分楽譜に書いてるからこうでしたとかって言ってたかもしれないですね。ねえ、きっと楽譜にあるからこそ、うん、あれなんか前のと違うから余計混乱しちゃって、うん、言ってた言ってた言ってたので、毎回先生に聞かれましたね。あ、これ前回何やったの、何やってたの井口って前回の。ここでも先生に頼られる存在なんですね。いやそうじゃないです。あのもうね、あの多分覚えてきてるから、うん、はい、また違うことやっちゃうと混乱しちゃうからってことだと思うんですね。だってもう動かぬ証拠がもうね、もう楽譜としてあるわけですからね。そうそうそう、先生は先生でね、はい、もう聞いた方が早いわっていうのがねあるなと思いました。はい、でしたね、最初ね。いやさすが、これもフラメンコあるあるですよね。あの先生もね、あの、まあ、ずっと同じ振りで教えられてる先生もいる一方で、まあまあなんかその場その場でこの生徒さんに合わせてこうね振り付けを変えたりとかして、はいはい、で先週とまたなんか全然違うのが始まっちゃったりとかして、先生、はい、全然違いますよとかってねあったりとかね。はい、 今はそれを言われてる。今はいや逆の立場で、なるほど、同じのできませんっていう側になりました。でもなるべく同じようになるようにしてます、頑張って。ねえ、そう、はい、クラシック的なもうかっちりしたものの素養がありながらも、今はもうフラメンコ的なその形式に当てはめて、その場その場でこう作り上げるっていう、まあ、両方のこう良さをね、こんなある意味こう体得されたんだなと今ね改めて思った次第でございます。ありがとうございます。さあ、ではもう少し深掘りしたいんですが、でそんなね。学生時代、ね、こう音大に入りました。で、まあ、初めは趣味ですよね、趣味でこうフラメンコの教室に行きましたからの、はい、うん、なんでこの道に進まれたんですかっていうの、なんでっていうと、うん、一応最初あの、まあ、音大親に反対されて入って、お金もいっぱいかけてもらったので、とりあえず音楽をやろう、うん、って思ったのと、あとやっぱりあの、まあ、フラメンコも今はそうじゃないかもしれないけど、こう芸事って一つの先生にやっぱり習うと、昔はね師弟関係ってありますよね、師弟関係があって、で私も大学でお世話になってた先生の、まあ、音大だとすごくこう門下生の、あのクラスよりも、クラスとか、サークルとかよりも門下生の関わりってすごく深い、あの強いので、みんな先輩方も何だろう、自分が歌が好きだから音楽が好きだからじゃなだけじゃなくて、何かこう先生に恩返ししたいみたいな気持ちもちょっとありつつ、コンクールに挑戦してたりとか、あの例えば、まあ、私はイタリア系の歌を勉強してたので、先輩方もイタリアに留学してたりとかっていう風にして、こう何だろう、私ね、学びながらも恩師にもかい、あのこう自分の功績で、うん、あの返しをして、さらに次の人を育てていくっていうのを皆さん、あの先輩方やってらして、でその輪の中にいた時に、いや私またそこでこう揺らぐんですね。私本当にこれで声楽かなっていうのをちょっと揺らぎ出して、で揺らいでた時に、もう本当にあの若かったんですごく辛かったんですけど、その時に習った最初の石澤先生が、当時49歳だったんですけど、あの全然私なんで知らなかったんですけど、もう末期のがんだったんですね。で、あのなんかもう戻ってくるんだろうと思って、1ヶ月ぐらい、1ヶ月2ヶ月クラス休みになって、でふっと病院抜けてきた時に、
なんかもう本当に髪の毛もなくてペースメーカーもしてて、でもこうバストン叩いてコンパスだとそこがずれてるとかって言って教えてくださって、なんかそれがすごくなんかもう最後多分振り絞って教えてくださって、でその1週間後にあの後から聞くと、もう抗がん剤も投与しきれない、もうこれ以上もう投与しきれないし、 あちこち転移しちゃってるからっていう退院だったんですけど、でも私たちにはこれでなんかもうベッド代がもったいないからとりあえずあと1週間で出るのってその時におっしゃってて、で周りの多分もっと大人の人たちはもうこれはやばいっての気づいてたと思うんですけど、私その時若かったから本当に真に受けて、ああじゃああと1週間で先生戻ってくるんだなと思ってたら、それでもう戻ってこなかったんですね。でそこですごいなんかもうぽっかりなんか心に穴が開いちゃって、でまあその声楽の門下生のグループと、まあフラメンコは門下っていう教室なのでもっとラフな感じですよね、世代も幅広いしってなった時に、その声楽の先生はもっと私よりもすごく熱心な人たちがもうねどんどんあの本当にあのすごく活躍されてるけど、この、まあ、今は自分が好きでやってるんですけど、その当時はいやこんな風に先生が残してくれたものを、私は残したいって思って、それで、はい、たまたまその時なんか先生が、スペインに行かれた、まあ、先生はグラナダにもともと若い時留学されてたんですけど、なんかアンダルシアのこうなんか絵地図みたいなのがスタジオに貼ってあったとにグラナダとかセビージャとかが貼ってあって、あじゃあまずそこに行ってみようかなって、先生が亡くなった秋に亡くなられて数ヶ月こう もやもや残った、ただただ残ったスタジオでもやもやしてて、でセビージャとグラナダにその時まさに行ったんですけど、で行ったらなんかもう本当にあのまあ行きなさいっていうのを常に言われてたんですよ、実は先生に行きなさい、あんたはスペインに行きなさいっていつも言われてて、あそういえば言われてたなっていうのだけポツッと思い出して、で行ったらなんかもう本当にあフラメンコ大好きだと思って、もう帰りたった2週間だったんですけども、帰り本当に帰りたくなくて、もうすごいあの泣きじゃくって、最後ビジャマルタじゃなくてどこでなんかロペデベガかな、セビージャのでテアトロで公演サラバラスを見て、でバス停までその時の友達が送ってくれて、また気をつけて日本に帰るなって言われて、でもなんかもう一人でバス停でもう泣いて帰りたくない帰りたくないって大学3年生の春休みの時にいっぱい泣いて戻ってきて、で声楽の先生にお前進路どうするんだって言われた時に、あ私は将来セビージャの方にもっと勉強に行きたくてって言ったら、先生がえ俺はスペイン歌曲教えてない、男の先生スペイン歌曲は教えてないぞとか言っておっしゃって、ちょっと私は将来的にはフラメンコの方に行きたいんだってそこで話して、はぁーみたいな歌の宣伝を頑張ってきたのにみたいな感じだったけど、まあ頑張りなさいって言ってくださいましたね。へーすっごいドラマですね。なんかあでもちょっと池川さんに聞いていただいて思い出しましたね。あそんな今はもうね大好きでも生活の一部になってました、なってますけど、そんな風にして出会わせてもらいましたね、いやーすごい。いやまさかそのフラメンコの出会い、もう人によってはもうすごくラフでこうなんかテレビで見ましたとか、なんか音楽が好きでスペイン旅行に行ってたまたま見ましたって、まあ、いろんなこう出会いがあると思うんですけど、ゆかりさんの場合はね、こう恩師との出会い、あ振り返るとね、こう中学校の恩師のね、はい、この無茶振りから始まりの、はい、でフラメンコと出会いの、そしてね音大に通いながら、フラメンコ教室に行って、でそのフラメンコの先生の、まあ、ある意味こう死をきっかけに このフラメンコというものをちゃんとなんだ伝えていきたいっていうふうにきっかけ、なんか全てはこう恩師へのこうなんだろうな、こう恩返しというか、そうですね、なんかね根底にあるなというふうに思ったんですよね、
そうかもですね。なんかやっぱちっちゃい時から音楽やってたっていうのもあるのかもしれないですね。先生ってやっぱりすごくこう自分にないものをこう壮大に持ってて、やっぱりアートの世界の先生って、でそれをこう惜しみなく与えてくださる、でそれがなんかこう自分の中では全然こう違う世界をこう垣間見させてくれる存在で、で地元の先生もなんかこうアートのことだったら、まあ音楽に限らずアートのことだったら、やっぱりこう日本だったらやっぱり東京に行っていっぱいいろんな公演もショーもやってるし、東京に行って勉強しなさいだし、その後、まあ、あの大学に入れば、まあ、歌の先生はイタリアに行きなさいっていうし、フラメンコの先生はもうあんたはスペイン行きなさいっていうふうにおっしゃってくださったし、いろんな方がやっぱ投資してくださった。それもあって、まあ、スペインではスペインの師匠にも出会えてっていう感じですかね。へー、だからきっと、まあ、人によってだと思うんですが、こう、まあ、このある意味こう先生にこう左右で影響を受けて、でも、うん、その先生によってはね、こうなんかなんだろうな、うーん、あまりこう合わずになんか変にこうトラウマだったりとか挫折したりとかっていうのがあるのかなと思います。ゆかりさんの場合はなんか本当に先生とすごく合ってらっしゃったのかなっていう、うん、そう、それもあるかもしれないですね。そしてその後スペインに留学なさって、スペインの師匠とここで出会うわけでございますか。そうなんですよ。そうなんです。アリシア・マルケス氏なんですけど、アリシアですね。はい。このアリシアさんが一番の、はい、そのまずアリシア・マルケスさんに習おうと思ってスペインに行ったんですか。いや、スペインには、まあ、セビージャには何度もこう短期では行ってたんですけど、ちょっとやっぱりだ、あの1ヶ月とか2ヶ月だとこう本当にここしか見れないので、とりあえず1年行かないと全部の季節を見れないと思ってあったんですね。とりあえず1年行こうと思って、まあ、2年半くらいになっちゃったんですけど、はい。で、まあ、セビージャって目的地だけはあって、先生は その時はそんなに目的はこの先生とかはなくて、最初はいろんな先生、ビザの関係で語学学校も行ってたし、いろんな先生に習ってたんですけど、たまたまバターも、まあ、せっかく長期できてるし、でもう一回日本に戻った時に、なんかちょっとね、お教室っていう風になった時にバターとかもできたらいいなくらいのつもりで、それまでは私本当舞踊団とかでも全然ないので、バターも何もマントもやったことなくて、なるほど、はい、セビジャに行ってから、まあ、一曲なんかちゃんと踊れるようにはしておきたいなくらいのつもりで、アリシアがその時はセビジャでは結構バタデコーラの先生として、まあ、有名だったので、じゃあアリシアのところに行ってみようって行ったのが始まりですね。なるほど、うん、かそのいわゆる一般的にこうフラメンコバイレを習いに行く、うんっていうのとまた別次元というか別角度で、そのバターを習うとかマントを習うっていう目的がまたどんどん細分化というか変わってくるんですね。うん、うん、そうですね。なんで多分触れない人はそんなに触れないですよね。なるほど、なるほど、うん、自分やっぱりフラメンコってすごく幅が広いじゃないですか。でスペイン舞踊とかクラシックまで言うと、もう本当にこの生涯ではもう勉強できないくらいもう、なんか生まれ変わらないとね、本当に、はい、何度も生まれ変わって続けないとできないくらいだし、確かに、で同じフラメンコの中でもやっぱりその、ね、プーロ路線なのか、ちょっとモダンな路線なのか、それともこうアカデミックな路線なのかで、やっぱり習う先生も変わってくるし、一回そこに入るとなかなかこうやっぱりさらに広げていくって難しいし、こう、ね、好きなものがやっぱり広げやすいと思うので、うん、その時はそんなにだからそのアカデミックにちゃんとバターやろうとかっては全然思ってなかったですね。身一つで、今は踊れないけど身一つで以前は踊ってたので、うん、全然考えもしなかったです。こんなにピックするとは
まさかって感じですね。もうゆかりさんも驚くぐらい、そのアリシアさんが教えるバターのその魅力魔力にも完全にどっぷりのめり込んだわけですか。そうですね。あの最初の師匠がすごい、あの、ね、絶対褒めない人だったんですよ。すっごい怒る、全部怒られる、すべて怒られる。でもあのアリシアはどっちかというと、こう強く怒るっていうよりも、まあスペイン人の気質もあるんですけど、待ってくれる、まあ日本人で最初言葉もわからないのもあるけど、待ってくれるし、すごくこう、なんていうかな、まあこれは日本人じゃないからっていうのもあると思うんですけど、愛情がストレートなんですね。すごくこうまっすぐに生徒に対してをこう怒るとかっていうんじゃなくて、まっすぐに大事に大事にこうみんなのことをかり、あのカリニョさん、あの愛しくて可愛い子たちっていう風にして育ててくださる、そのなんか愛情がすごく素敵だなって思ってたのと、その当時あのアリシアのお子さんがもう大きいんですけど、幼稚園で女の子がいて、可愛い子がいて、たまにクラスとかに来て出入りしてて、でよくそのバターのことをあのアリシアが擬人化して話すんですね。擬人化して話した時に、私のホームページにもあのすごく響く言葉まで書いたんですけど、なんかバターってこう毎日こうコンディションが違う、人と一緒でなんかこう気が落ちてる時もあれば、お天気が良くてすごくこう爽快な時もあるし、なんか雨降って湿気が多いと重くなって気持ちも重くなったりとかっていうので、毎日毎日バターは違うから、その違うバターにいっぱいこう愛情を込めて、あの踊りなさいっていう風に毎日言ってくださって、でそれをお子さんにもよく例えてたんですね。あのバターって踊る時に一回こうやって一回一回見れないじゃないですか、足にかかってるかなって見れないけど、それを要は自分の子が例えばあのアラメダの公園でバーって離れてそこら辺走ってて、見なくてもこっちにいてもどこにいるか感じなくで、それと同じぐらいの存在に、その大事で愛情いっぱい込めて、でも直接見なくても感じられる存在でありなさいってあの教えられて、なんでこうガチガチフラメンコじゃなくて、結構こうなんていうのかね、もっとこうちょっとこう精神論じゃないですけど、そういう部分も含めてすごく、あ、素敵だと思って、うん、それまではもう本当になんか、この足ができるようにしたいとか、これができるようにしたい、この曲を踊れるようにしたいって、すごくこういう風にストイックに私もなってたので、し、なんかこうアートの道を、しかもあの外国の文化をね、あのクラシックの先生たちもそうでしたけど、一つそれを食べていけるようにするためには、なんかこうもう全部私生活全部振り払ってもこれにこうしなきゃいけないとかって思ってたんですけど、でもそのアリシアが子育てしながら、でもこういうふうにおおらかにバターを踊ってっていう、その生活の一部の中に入っているフラメンコで、そこにそのバターにいっぱい愛情が詰まっててっていうのが、うわ、自分が見たことなかったフラメンコだと思って、これをやりたいって思ってここに至りましたね。なるほど。いや、なんか今のゆかりさんのこのステージ上の表現だったりとか、ライブ活動、レッスン活動にもなんか通じるなっていうのをね、なんか改めて思いました。まさにそのバター、ね、のヤマントンのその扱い、なるもう自分のかだから本当体の一部のようなものなんですかね。そうですね、なんかこう一緒になって、なんで逆にもうないと踊れない感じなんですけど、なんかこう、一体になってる感じですかね。まあ、あの一体っていうか、なんでコンディションもあります。マントもなんかちょっとこうすごい上がる、軽く感じる時もあれば重く感じる時もあるので、自分のコンディションもあるし、そのバタちゃんとマントンの それぞれのこのコンディションもあるんでしょうし、うん、あのその日によって違うのもなんか楽しいなと思ってやってます。いや、
もうおそらくもう日本で一番バタやマントンへの愛が深いこの井口ゆかりさん、もう話を聞くともう止まらないぐらいの愛情をもう感じて、もうこのまま私はもう朝まで語りたいぐらいの勢いなんですが、そんなバタやマントンの魅力を直接教えていただく機会がなんと一気に離れますが、札幌でこの度やらね、はい、そうなんです、この今回地元の愛好家の方も井口ゆかり先生をお呼びするにあたって、もう井口先生と言ったらもうバタやマントンを学びたいということで、今回その特別の苦しい状クラスをご用意していただいているということでよろしかったでしょうか。今回バタとマントンはないんですけど、クラスの方は、アレグリアスのアレグリアスのためのテクニカと、振り付けですね。なんでちょっとこうバタとマントンを履く着る前の段階っていう感じに、はい、なるんですけれども、何でしょうね、私カディスのアレグリアスコンクールで賞をいただいてるんですけど、ありがとうございます。何ですかね、一番自分に合ってる曲だとも思っていて、ちょっとそのカディスのノリのセンティードってまたセビージャのアレグリともちょっと違うし、もちろんコルドバとも全然違いますし、その何ですかね、まあ日本でよく歌われてクラスでとかタブラウとかでよく見かけるのはほとんどが会のカディスのアレグリアスだと思うんですけども、その独特のノリだったり、そのちょっと軽いんですよね、軽やかさ、そのテクニカだったり、まあ、基本的な振り付けですね、これをやっていきます。でもう一つの、はい、もう一つのクラスは、ね、池川さんともその後フィンデフィエスタの講座にもつながってるんですけれども、ブレリアやタンゴですね、これを振り付けでギターにも入っていただいて、池川さんにも入っていただいてやる形ですね。はい、ありがとうございます。そうですね、まずアレグリアスに関しては、確かにバタやマントンってその、まあ、持ってる方の方がかなり少なかったりします。そうですね、ですよね、はい、でもゆかりさんとしてはあれですよね、もうフラメンコやるんだったらもう全員バタとマントンもう、そうですね、持ってほしいぐらいの勢いですかね。はい、その通りです、その通りです。もうなんだったらもうベッドで一緒に添い寝してぐらいの勢いでございますよね、はい、きっとね、はいはい、もう本当に本当になんですが、まあ、今回はね、その今お持ちの衣装だったり、まあ、お稽古着でね、そのままできるアレグリアスをということでね、はい、もう、はい、まさに、コンクールで優勝されたそのテクニック、その知識をそのまま、札幌の皆様にお届けしていただけるということが一つと、そして、はい、そうなんです、今回ですね、まあ、せっかくゆかり先生とそして、まあ、私もおりますので、まあ、フラメンコのね、特に重要なリズムでございますかね、ブレリアやタンゴ、それぞれをまずはゆかり先生に踊りを習っていただきまして、そして僕は僕でギターのレッスンをですね、もう同時進行で裏で進めます。はい、同じスタジオなんですが別室でゆかり先生にブレリアやタンゴの振り付けしていただきの、そして僕はギターの生徒さんにギターを教えて、そしてフラメンコというのはやはりコミュニケーションでございますね、はい、歌や踊りギターと一緒に合わせなんぼだと思っておりますのでゆかり先生のレッスンの最後に我々僕も含めてですが乱入して、今覚えたてほやほやの、ブレリアタンゴを踊っていただき、そして我々は伴奏するっていうですね、まあ、そのワンセットにした、はい、そんなですね、苦しい状ライブ、レッスンをですね、お届けしようと思っております。なかなかないですよね、そうなんですよ、ないんですよ、そうなんないですよ、振り付けもいっぺんに終わることもないですしね、一日でやるわけですから、一日でタンゴとブレリアですからね、そうだね、1回で終わるわけですし、でさらにそこにギターも同時進行で勉強してね、くださった方がね、今取り立てほやほやの、ね、ピチピチの新鮮な状態でもう合わせてみる、実際に音と一緒に踊りと一緒にっていうのなかなかないですよね。ないです。ありがとうございます、はい、
そうなんですよ、ゆかりさん。僕ね、ゆかりさんがそのバタとマントンの魅力を広めてる間、私ですね、こうどうやったらこのフラメンコね、もう皆さんが楽しんでいただけるかなと思った時にですね、やはりこう踊りの人口はね、こう全国各地にお教室や愛好家はいるんだけど、ギタリストはまだまだ数が足りていない。で僕はその橋渡しになりたいと思ったんですよね。今コロナ禍以降、本当オンラインで日本各地でこうギター生徒さんのレッスンをさせていただくことができて、で愛好家は愛好家でそれぞれいるんだけど、でこの2つがね、全然つながってないんですよね。あの僕のレッスンでいくら、ね、教則本通りに、タンコとかブレリアとかガロティンとかなんか弾けてたとしても、やはりフラメンコって踊りと合わせて、ギターと合わせてやっぱりゴールというか、はい、まあ、むしろ始まりじゃないですか。なので、で踊りの皆様にとってもね、例えば1年に1回の発表会、2年に1回の発表会とか、本当に年に 1,2 回ぐらいしか 歌とかギターと合わせませんっていうのが、まあまあ地方は結構ほぼほぼそんな状況が多い中、もっと日常的にギターと合わせる環境ができたら、ね、よりこうフラメンコの、ね、普及というか発展につながるんじゃないのかなと思って、それの、まあ、超圧縮版を今回ゆかり先生と協力して札幌の大地で、もうやっていこうかと思っている次第でございます。いや本当すごいです、すごいです、すごいです。あ、嬉しい。ゆかりさん、あの今回本当にたまたまね、札幌の愛好家の皆様にお声かけいただいて今回ご一緒させていただくんですけど、はい、なんかこの形、はい、よかったらなんかいろんな場所でやっていきません？やりたいですね。ねえ、やりたいですね。ねえ、そうそうそう。なので、ね、じゃあその第1弾が、まあ、札幌という感じでございまして、はい、ぜひですね、そんな感じの第1弾、苦しい状でございます。ね、アレグリアスの、バイレセミナーがあった後に、そしてタンゴとブレリアの、セミナー、コミュニケーション型、最後に生のギターと合わせてみようがありまして、そしてその後がですね、今度はフィンデフィエスタ攻略セミナーをやります。はい。これはどういうことかと言いますとですね、はい、私が再三申しているフラメンコイコールコミュニケーションでございます。はい、今習いててほやほや、そして、踊って歌ってギターなんですけど、これですね、僕が思っているのが、まず歌とギターと、ね、それぞれ学ぶ、でそれぞれ合わせるはいいんだけど、僕が提唱しているのが、それぞれをちょっとやってみようっていうのがあるんですよ。ええでしょ。つまりどういうことかっていうとね、踊りの人も、まあ、弾けない、弾けない、踊りの人は弾けないですよ、ご安心ください。はい、そこをですね、私が宇宙で一番簡単にフラメンコギターの仕組みを解説するというですね、あのそういう特技を編み出しましたので、弾けないっていう方にちょっとね弾いてもらうっていうのもね、でギタリストの気持ちを分かってもらう、えこんな難しいことやってたんだ、今までファルセータちょうだいとかって言ってたけど、あこんな難しいことやってんのねっていうのをねちょっと分かってもらうだったりとか、で逆に難しいですよ、いやいいんです、そうそう、だからこそちょっとかじってみる、ね、かじってみる、試食してみるぐらいはねやれたらいいな。でさらにはね、あのギターの人たちもちょっと踊ってみたりとかもしてみたりして、ジャマーダをちょっと踏んでみるとかって、いやー自分は盆踊りしか踊ったことありませんっていう人もいいんです、もうちょっとね踊ってみるっていう、で歌は歌でね、これは全員共通してやる、お互いのやってることをちょっとでもかじることで、お互いのなんだろう、より理解することができて、よりこうなんだろうな、フラメンコのまた別の角度の楽しみ方をね、できる、まあ、それを、まあ、一つフィンデフィエスタ、まあ、ブレリアと今回単語も取り扱います、これらを、はい、じゃあみんなで歌詞を、ね、こう読み合って、じゃあその今読み合った歌詞で、じゃあちょっと踊ってみましょうだったり、ちょっと弾いてみましょうっていうのをね、ちょっとずつかじってみるっていうね、なんかそんなコミュニケーション型の体験型の、セミナーでございますので、はい、ですのでゆかりさん、無茶ぶりで恐縮でございますが、私や他の、踊りを全く踊ったことがないギターの、おじさんやマダムの皆様にもですね、あの簡単に振り付けられるやつもね、はい、ちょっと一個あのやっていただけると非常にありがたいです。はい、大丈夫です。その代わり私もですね、はい、ゆかりさんにギターを強引に持たせますので、で半ば無理やりこうギターをですねちょっとかじってみていただけるとね、
またゆかりさんの開けてはいけない扉を開けられるかなと思ってますので楽しみにしております。さあという感じでお届けいたしました、札幌でのね、それが5月の25日が今の苦しい城ですね、セミナーがありまして、で翌日26日に、チャンダマさんという場所を借り切りまして、フラメンコのライブを行います。で、ありがたいことに、2部の方はもう完売いたしまして、1部がね今のところで若干空きがあるようでございますので、ぜひね、これを見てみたいなという方はね、そちらもお越しいただければと思います。でライブが終わった後はですね、はい、ペーニャっていう、まあ、交流会もご用意しておりますので、ぜひねそこで、まあ、私だったりあとゆかり先生にもねちょっと、ぜひお話しかけいただいて、なんか分かんないこととかね今日の感想だったりとかね聞いていただければと思っております。はい、はい、さあではですねゆかりさん、あともう一つお伺いしたかったのが、はい、ゆかりさん今東京でなんか体験セミナーっていうのをなんか新しくね、開催されてるの私ちょっと小耳に挟んだんですが、ありがとうございます。そうなんですよ、なんかあの今まで全然やったことなかったんですけど、やっぱりこう入門の方に、初めての方に気持ちよくもう楽しくレッスン受けていただくクラスが、既存のクラスに入っていただくよりも体験の方専門のクラスがあった方がより気軽に楽しんでいただけるかなとかってちゃんと考えるようになりまして、お、はい、で私実はヨガのインストラクターの資格も持っておりまして、すごい、でいやもうそれはほらずっと音楽をやずっと音楽で幼少から来ちゃったので、 いざフラメンコになった時に音はよくわかるんですけど体の使い方がいまいちだなって思ってたので、早い段階からフラメンコ初めてしばらくしてからヨガ のインストラクターの資格を、最初は養成コースからでその後も資格を取って、でちょっとスポーツクラブとかヨガスタジオとかでも講師をやってたりするんですけど、でそれを実際今私のクラスでも最初 の いきなり臭いです、はい踊りますサバタジしますだとやっぱり危ないし、で時期によっては寒い時とか、ね、怪我の原因とかにもつながるので、まずちょっと体もほぐしつつ、あと筋トレの要素もヨガってちょっと形を変えるとできるので、呼吸つけながらヨガと少しヨガのエクササイズみたいな感じですね、筋トレをプラスでやってるんですね。だからこれを、まあ、うちは普通に井口ゆかりフラメンコ教室なんですけど、普通にそれがクラスに全部入ってるんですね。でそれってまあ言わなかったらそういえば分かんないなと思って、でまあ私にとっては普通にフラメンコのクラスなんですけど、内容的にはオープニングに今だとちょっと5月なので骨盤調整が少し入るといいですね。この今寒暖差すごいじゃないですか、これで、はい、この骨盤の後ろの仙腸関節のあたりがちょっと春なんでこう緩んだりとかすると、5月病とかってこうなんかね眠気とかだるさが抜けなかったりするんですよね。眠いだるい、はい、そうですね、まさにそれなんですよ。でそれを仙腸関節のあたりちょっとこう締めてあげるとか、まあほぐしてから締めてあげるっていう風にすると、その自律神経が整うのですっきりできるんですよね。なんでそんなヨガを取り入れてちょっとこう体を温めてすっきりしたところで集中力が高まるので、じゃあちょっと1曲単語やっちゃおうかってことで、初めての方でも4月にもやったんですけど、踊れないとか言って最後バシッって踊ってます。いいですね、大丈夫、できますできますできます、それをやります。5月の31日の金曜日にやります。私台東区のスタジオアミダという、スタジオを使っております。1時40分からですので、もしお時間ありましたら、見てくださってる方の中いらっしゃいましたらぜひお越しください。はい、いやこのフラメンコだけではなく、このヨガというその一つで二度おいしい両方の魅力を体験できるレッスンセミナーって僕はあんまり聞かないなと思うんですけど、ここに あるんですかね。どうですかね、まあやってらっしゃる先生もいらっしゃるのかもしれないですけどね、
まあ大々的にちゃんとこうヨガっていうふうに出してらっしゃる方は確かに少ないかもしれないですね。確かになんかフラメンコ興味あるんだけどなんかもうあんな激しいの踊れないとかは、ね、私には無理、体痛めるんでしょうっていう方が、まずそのヨガっていうとね、もっとまあなんか僕でもできるかなぐらいのなんか、少し気が低い感じの、ね、なので、はい、そこの両方の要素が入っているのってすごい魅力的だなってね、なんかすごい改めて思ったので、この魅力もね、なんか多くの方に、なんか僕のギターの生徒さんにもなんか、うん、やっぱね、そうですね、やっぱギタリストでずっとも同じ姿勢で、確かにそうですよね、で左右非対称ですもんね。そうなんです。うん、で結構ね、まあ、あと弾き続けるとやれ腱鞘炎だったりとか、ね、はい、やれ肩こり腰痛っていうのあったりとかするんですけど、そういうのもなんかヨガの要素でできます、できます、対象できます。はい、はい、今度じゃあギタリストさん向けのプログラム作りましょうかね。ねえ、はい、もうそうです、もう私もそうなんです、一フラメンコギタリストでございますけど、まあ、フラメンコの踊りの愛好家に向けてもね、こう YouTube 作ったりとかっていうのやったりとかして、でゆかりさんもね、ひょっとしたらなんか体を動かしたいっていうなんか女性だけではなく、なんかフラメンコ全般、なんかギタリストもそうだし、まあね、うん、なんかそういう方々にもなんかゆかりさんのこうヨガの知識や、もちろんフラメンコの知識、そして音楽的な素養もなんか全部入ってらっしゃるから、なんかその知識や経験の中に我々ギタリストにもですね、ぜひお裾分けいただけるとなんか非常になんかありがたいな、なんてなんか今日思った次第でございます。もうあの、はい、いつでも、はい、という感じでございまして、はい、さあ、というわけでお届けいたしました、井口ゆかりさんをお招きいたしまして、もうゆかりさんのこの半生を振り返りますながら、そして5月に控えました、札幌での苦しい情、そしてライブの話、そして、はい、さらには東京を中心にフラメンコとヨガのレッスン体験セミナーもね、開催しているということでございまして、ご興味ある方はですね、もう全部全部参加して、もう今から飛行機はもう、全部ね予約していただきましてね、もう生のゆかり先生の魅力を、味わって体感していただければと思います。はい、ぜひ、はい、ぜひお会いできるのを楽しみにしてます。あの、はい、ライブではどっちもバターで踊りますので、2部の方もあの完売しちゃいましたけど、一部の方もちゃんと着替えて、もう一枚違うまた2枚持ってます。すごい、はい、いやめちゃくちゃ楽しい、もう生のゆかりさんのね、もう愛情たっぷりのバター、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは本日のゲストはフラメンコダンサーの井口ゆかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。